い、こんにちは。一条エクササイズ、本日はレッスン22回目でございます。今日どこをやるかというと、背筋になります。背筋ですね。ここの筋肉はですね、意識しないとあまり使わないんです。普段ね、こういう風になっちゃう。椅子に座ってこうでしょ、でこたつに当たっててこうなっちゃって、ここあんまり意識しないと使わない場所なんですね。でここを使わなかったら、どん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 猫背になっていくということで、体力的にも落ちてしまう。ですから今日は背筋です。よろしくお願いします。準備するもの、じゃーん、椅子といつもの畳1畳。よろしくお願いします。さあこうですね。何をするか、こうやってね、綺麗にね、背筋伸ばして手置いて、綺麗な姿勢でテレビを見る、ミヤネ屋を見る、それだけです。簡単でしょ。でこれを1分続けてください。まずは1分、意外とね難しいんですよ。背中が張ってきます。でもね、1分ぐらいこう一番綺麗な姿勢、ピーン、横から見ます。こうね、こうやって背筋を、こうやって背筋まっすぐ、ここら辺ちょっとね開けて、で手を置いてまっすぐ見て、綺麗な姿勢を取る。それでミヤネ屋を見ると、で背筋が鍛えられる。もし大丈夫な方は1分、2分、3分、4分、好きなだけ伸ばしてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。